これもシュタインズゲートのの選択だというのかシオカリンの脳内設定特に意味はないでしょうねドイツ語と英語が混在してるし靴を脱ぐあ,あ失礼ずっとアメリカだったものであ<っ>改めましてマキセクリスです<あっ> <laughs> 握手もできないの 日本の男の人って常識が足りてないじゃない <laughs> ビビりすぎあっ身にまとう殺気が変化ないからなこれが俗に言うマーシャルアーツか <laughs> ああどこへ行く本当は私が刺されたのを見たというのが事実なのかセクハラ行為の言い訳なのかその確認をしたくて来たんですけど それよりも、はいトリックではないよね爆発物を仕掛ける可能性がある監視の目を緩めるなないっのピンセットないないそう<っ>中はグズグズね味<う>はな,<あ>、うん、ない待、ま、つこのゾンビめ腹が減っているならそういえバナナぐらい恵んでやるいりません 誰が変態のバナナなんて食べるもんですかあンタだと<う>いきなり人のことつ,ついて体まで触ろうとして。マキセシマキセシはい。変態のバナナなんて食べるもんですかってもう一度お願いできるできたら悔しそうな顔で悔しそうなうん。<laughs> <laughs> 何を赤くなっているもしかして何か想像したのか <laughs> 言ってみろ、天才少女。天才が何を想像したのか ご公説願おうではないかどうやらあなたたち二人とも変態みたいねいや褒めてないむしろ変態な想像した方が変態だろう。変態天才少女よ誰が変態よオーケー正直セクハラですぐに訴えてもいいレベルだけど今は不問にしておく今はだから詳しく教えてこのバナナ そののレンジと関係があるのよねトップシークレットだミライガジェット8号機電話レンジか<ん>でもマキセシならこのヘンテコの機能について解明してくれるかもよいやしかしつうか僕らだけじゃ絶対解明できないと思われだがあくまでこれはミライガジェット研究所の <laughs> 一言も言っとらんわこの電話レンジカッコカルの秘密を知るには一つ 俺が貴様に行ったセクハラ行為を全て不問にしろ <laughs> 以上だオカリン父人として、ね、と呼べ法王院変態教魔黙れ天才変態少女 <laughs> 変態同士の視察船燃える黙れ変態仕方ないわね分かったわ条件を飲むだからもう変態禁止私も変態扱いしないからいいだろう マキセクリスですいきなり押しかけてきてごめんなさいしナン、まゆりですなんか私もラボ面になったみたいでラボ面え,えええ女の子のラボメンだー <laughs> あそそんなに珍しいの <laughs> うんうんうんまゆし以外では初めての女の子のラボ面ですそうなんだよろしくねえよろしく何だと何 放電現象が起きていたらしい。え、なんで先に言わないのよ。具体的な状況を教えて。え、うんと、だからレンジから稲妻みたいなのが出て。いつの話だ。聞いた方が良さそうね。マゆリジューシーカラーアゲナンバーワン。いしい使えない上司。あ、いった。もう、まあ。橋田さん。グッジョブ。じゃあ送信する。